おはようございます。コータです。ポッドキャスト始めたいと思います。今回のテーマは、えー、っと、YouTube の方向性についてお話ししたいと思います。結構いろんな方が今 YouTube を始めていて、この業界でも YouTube をやってる方が結構増えてきたと思います。で、いろいろ色があっていいと思うんですけど、 YouTube でこれから何が面白いのか、どういうのが発信すべきなのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。YouTube で伸びそうな動画だったり、こう必要とされてる動画などは大体わかります。この業界だと、例えばカットしている動画とかは結構多くのコンテンツが YouTube の中にありふれてて、 なおかつ結構回数見られていることが多くあります。なおかつタイトルにフェードとかフェードスタイル、スキンフェード。今こうフェード文化が日本にすごく普及している中でそういう言葉を使ったタイトルを使えばある程度1万回とかは大体見られます。下手したら10万超えて20万30万。 100万回とか言ってる動画もあるので、それはチャンネル登録者数とかも反映されるので、それぞれ回数は違ってくる、違ってくると思うんですけど、大体いい万は超えていきます。そればっかり上げれば、大体多分、そのアカウントの再生回数的にはいいんですけど、長続きがしないと思うんですよね。 やっぱり同じテーマになりがちだし、同じテンポ、同じ動画の内容になったりとか、なんか見ててあ、僕らも作ってて飽きるし、多分見てて飽きってきちゃうと思うんですよね。そこで何が大事かというと、やっぱり僕らがお届けしたいものっていうのは、アパッシュの物語であって、そういうヒストリーとかも一緒に乗っけて動画を上げて、 皆さんに届けていきたいなと思ってるので、いろんなコンテンツが今まであったと思います。やっぱり物語を作るにあたって、いろんな情報がないと、やっぱりアパッシュを語れないというか、僕らも語りにくいし、いろんなアパッシュを見せることで、 皆さんにいろんなアパシを見ていただけると思うので、そっちの方がやっぱりいろんなことを発信できるし、これから、あ、あれも発信したい、これも発信したい、あ、こんなのもあるなとか、いろんなことを長続きして続けることができるようになってくるので、やっぱりこの物語、ストーリーを皆さんに見せる。一緒に共感してもらう。一緒にこう、 歩んでもらうというか、アパッシュと一緒にいろんなことを味わってもらうっていうふうに YouTube の方向性はしていきたいとアパッシュは思っています。なので、いろんな方々が見てくれてると思います。同業者だったり、お客さんもそうだし、はたまたバーバー好きな人もいると思うので、あとは学生さんとかもか、本当に 多くのジャンルの人が見ていただいてると思うので、やっぱりいろんな人たちの見たいアパッシュを提供するにはいろんなコンテンツが必要だと思うので、毎日いろんな角度から動画を撮っていろんなテーマでお送りさせていただいております。なので、 まあカット見たかったなとかあれば、まあ今日は見ないどこかなでも全然大丈夫です。まあでも見ていただければありがたいです。やっぱ面白いのはいろんなことを発信してる人だと思うので、そこを意識してこれからもいろんな動画撮っていきたいと思うので、よろしくお願いします。本日は以上です。ありがとうございます。それではまた明日。